ただ今日はホームですから、やっぱりここ2試合非常にいい形でクリーンシートでゲームを進められてますから、はい、まあ、気持ちよくはゲームはできるのかなというのは思いますけどね、はいはい、中に渡辺亮もいるが、ファーサイド松原中に入れる、ここはシュートを狙ってきたか、中村が入れる、接って、レオゴメス、ミドル、ここはレオゴメスが狙ってきました、まあ、直接も狙えますし変化もつけられると、それどういうアイデアでいくのかちょっと楽しみですけどね、はい、高畑中狙ってランゲラックパンチング、ボールをかき出します、さあここは高畑のフリーキックからの、まあ、結果シュートにはなりましたが、ただ本当にこうこの左足は一つ脅威になりそうな、そうですね、はい、なんか誰かが触ってくれればというような選択での、どこをターゲットにするか、パトリックの頭を越えていきました、稲垣のミドル、おお、クロスバー直撃、泉中に入れます、左足、ここは川島が対応します、予測しやすいですからね、はい、さあ徳本前を見る、中に入ってきているが、永井がこの位置、クロスを上げる、パトリックの横、ヘディング決まった、最後は稲垣、今シーズン6ゴール目、稲垣のヘッド、ここで名古屋が先制をしました、ボールを収めて、はい、そこからサイドですよね、ここは永井がクロスを上げてパトリック越えて、ね、ここでした、稲垣の入り方も良かったですし、はい、パトリックがいるからこそやっぱり岩田の、ね、守備を引っ張られるわけで、はい、相手が空いてくるわけですよね、前線で起点を作ったことによって前に人数を多く置けたんですよ、はい、ペナルティーの中でクロス入れた時に4人中にいますからね、まあ、アディショナルタイム入れたら、まあ、そこそこ時間ありますから、はい、うまく左サイド松浦の中心にですね、はい、入れたいですね、岩田のコーナーキック、ヘッド、クロスバーを越えていきました、ハッサン・ヒルム188cm あります、ハッサン・ヒルム後ろですね、はい、西久保ですね、はい、西久保です、あ、ここもアスカというスタジアムに駆けつけています、大きな声援を送る、残留を願うサポーターがいる、中入ってくる、森島1対1、森島森島が抜いた、5ヶ月半ぶりのゴール、最後はキーパーと1対1射抜いて見せました、森島司、森島をしっかり見てですね、股の間最後シュートね流し込みましたけど、はい、オフサイドないんですね、ちょっとオフサイドギリギリだった感じでしたけど、うまく首振って状況を見てね、川島とボール受ける前に何度も首振りながら周りの状況を見てるわけですよ、はい、そのことによって自分のところに時間があることを認識してるんですね、でキーパーの川島を見てしっかりとね落ち着いて時間を使いながらですね駆け引きして、最後は股の間狙いましたね、フィニッシュも冷静でしたですね、冷静になるのは、はい、それはしっかりとボールを受ける前に周りの状況をしっかり見ることができたからなんですね、はい、まさにその森島の進行、ここで長い笛、名古屋グランパスホーム3連勝、そして半年ぶりの3連勝となりました。